サワディーカップ、タイ語の全体像をつかもうということで、この講座始めたんですけれども、今日はですね、8回目ですね。なので、まあ、タイ語の文法と、まあ、文法って言っては、まあ、主に特徴ですね。このタイ語の特徴っていうのをお話しできればなって思います。まあ、発音の方はもう全部終わりましたからね。まあ、その特徴の中でも、その書くときとかじゃなくて、和法を話すときですね、まあ、その時のルールのようなものを話せればなって思います。でも実際その書くときと話すときそんなちゃうかっていうと、そんなことないです。ただ書くときはものすごくくどいですね。ものすごく繰り返し使うのでっていうのも、まあ、知っておいた方がいいのかなとは思いますけどね。まあ、今回はまあ和法ということで、そしてまあシンプルにまとめると、要は要は単語の並べ方も以上です。本当にもうここに全部凝縮されるのかなっていうふうには、僕は思っています。そしてまあずらずらずらと、まあ、全体像を見ていければなっていうふうに、思っていましたので、ずらずらずらと、まあ、これがポイントかなっていうのを並べておきました。そして、9回目以降ではそれぞれまあ大事やなって思うところをもうちょっと、深入りして話せればなっていうふうに思ってます。今日はあくまでも全体ですね。この一番上のやつですね、これがまあタイ語の語文系って書いてあるんですけれども、これ別に文系とかそういうんではないです。これも英語から文字って、このように僕も、書いてあるだけです。そしてどっかの教科書に書いてあるとかそういった内容ではないです。あくまでも僕がこれ大事やな、こういうふうに捉えたら面白いんちゃうかなとか、分かりやすいんちゃうかなっていうふうに思って、勝手に書いてるだけです。まあ、これがまあ要はその SVO とか、SVC とか OO とかそんなんじゃなくて、要は本当にもう単語の並べ方がもうここに尽きるんですよ。そしてタイ語っていうのは、和とかガとかオとかデとかね、そういった日本語のような助詞が全くないでいいですね。ないです。なので何が意味を決めるかっていうと、語順、言葉の並べ方、これが意味を限定していくんですね。そしてまあこの語順っていうのが会話の中ではもちろん語順だけじゃなくて、ちょっとまあポーズを使ったり、まあ、ポーズってまあコンマ5秒空けるとか、まあ、そんな厳密なのはないですけどね、もちろん。あとはまあ書くときはまあスペース、まあ、和本に絞っているのに、まあいいか、まあ、スペースを空けるとか、そんなイメージだと思っておいてください。その次がシャープ10回目かな。これは時制についてですね。タイ語っていうのは活用がないですからね。ですからその過去形とか、未来形とかっていうのもないです。ただこういうふうに言ったら、過去の時が多いかなとか、未来が多いかなとか、そういったのはもちろんあるのでね、そういったところもひっくるめて、まあ、話ができればなっていうふうに思います。あとはここに完了形もクエスチョンって書いてあるんですけれども、まあ、完了形っぽいのはありますから、それはそうやって捉えた方がいいのかなというふうに思っています。ちょっとここでまた説明したいと思います。そして次11ですね。これは疑問文と、まあ、その答え方ですね。答え方のところで否定ができればいいのかなって思います。否定形ですね。これ全部で3つのパターンしかないです。もう楽勝ですよね。まあ、もちろん細かいこと言ったら他にも、まあ、あったりはするんですけれども、実際会話の中では3つのパターン、このパターンで、理解すればどんどん応用が効くっていうのと、いろいろまあ納得いくこと多いんちゃうかなっていうふうに僕は思っています。その次が、シャープ12ですかね。これは単語の作られ方ですよね。一つの言葉、それがまあどういうふうに作られているのかっていうので、まあ、タイ語っていうのはまあ本来のタイ語っていうのがあったり、あとはサンスクリットとか、まあ、仏教関係やったらパーリ語とかあったりするんでね、日本語で言うと、まあ、漢語と和語のような違いなのかなと。ここも作られ方を知っていれば、もちろんどんどん自分で単語作っていくこともできますからね。特に本来のタイ語のところはもうどん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 自分で言葉も作っていけるような、そういう言語です。タイ語はもう面白いですよ。その次が、これまあ回数設けてないのでここでもう言い切りで終わりなんですけど、主語と、まあ、目的語は省略されることが多いですね。こ
この形式的な主語とかそんなものはもう一切ないので、文脈依存型の言語であるので、もう日本語と一緒です。分かっていることも、相手分かってるなっていうことは、相手が分かってるなっていうことはもうどんどん省略されます。そういう言葉です。ただ書くときになったらちょっと違うんですけどね。そちら最後かな、これが。これはちょっと足したんですよね。一番最初に概要を説明したときは12で終わってたんですよ。そうですよ。でもこの13のところですね、これ類別詞っていうのをやっぱりちょっと足しました。実際僕が作っている教科書では、初級1の教科書には類別詞も入れなかったんですよね。これ全部で100種類とかあっても覚えるのがすごいしんどくて、実際、そんなほとんど知らなくても、コミュニケーションは成り立つっていうのがあるんですね。覚えるのがしんどいんですよ最初。なので1の教科書に載せなかったんで省いちゃったんですが、やっぱりタイ語の全体像っていうのを把握する上では、やっぱりこう飛ばすことはできないなっていうふうに、思い改め足しておきました。じゃあこの類別詞って何なんかって言ったら、もうここにその役割ポンポンポンと3つ書いておいたんですが、もう以上なんですよね。まあ数えるっていう役割があったり、あと限定するですよね。英語の座に近いと思ってるんですよ僕は。あとはまあ名詞として、名詞の代用品として使うみたいな、そういう使われ方ですね。これやっぱり全体像をつかむ上ではやっておいた方がいいかなと。そしてあくまでも今回タイ語の全体像をつかもうということで話してるんですけれども、これからタイ語を始めるぞっていう方だけじゃなくて、ちょっと今までやったことあるとか、いや結構やったことあるでっていうような人にもやっぱりちょっと参考にしてほしいなっていうのがあるので、やっぱりこれは飛ばさずに入れておきました。ということで、次からはこのタイ語の語文型、並べ方、どうやって並べんのとか、時制どうやって表すのとか、そういったところをもう少し掘り下げて説明できればなというふうに思っています。ということで今日は終わりましょう。サワディーカップ、スースーカップ。